チェリニョーラの戦い、チェリニョーラの戦い、チェリニョーラの戦いは1503年4月28日、南イタリアのナポリオ国領チェリニョーラにおいて、フランス軍とスペイン軍の間で行われた戦闘。コンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバ率いる、ランツクネヒト2戦、ヒナワ重兵戦、大砲20門を含むスペイン軍が、主に貴族主体の重装機兵と、スイス傭兵の槍兵からなる。 フランス軍急戦を撃破し、フランス軍の指揮官ヌムール公は戦死した。ヨーロッパにおいて下記が勝負を決した最初の戦闘の一つであり、豪の後ろから射撃するスペインの雛な重銃兵が、スイスやリュウ兵とフランス機の突撃を撃退した。エルグランカピタンと損傷されたゴンサロ・フェルナンデス・デ・コルドバは、当時戦略的な優位を多数得ていた。 彼は不評を、後のテルシオの前身にあたるコロネリアと呼ばれる部隊に編成したが、これは、槍と、ひなわ銃と剣を混ぜて用いる部隊だった。このような編成は、当時のスペイン軍においては、革新的で、それ以前の10から15世紀に、スペイン内のムスリムを相手に戦ったレコンキスタでは、フランス軍と同様に騎兵を重視していた。スペイン軍は、チェルニョーラの高地を占領し、 壁役位を延体として用いた。丘の前面には残壕が掘られ、その中にひなわ銃兵が配置された。スペインの砲兵は武道園の中にある高所に配置され、そこからは戦場全体を一望できた。スペインの軽機兵であるは、全軍の前方に配置され、率いる銃機兵は予備として控え分けされた。コルドバが退治したのは、フランスの職業軍人の部隊であり、 これはの改革を経て強化されていた。その主力はの重装機兵とスイス洋兵の槍兵だったが、同時に大砲も多数保有しており、その数はスペイン軍を上回っていた。この奇妙な編成は16世紀前半を通してフランス軍の特徴だった。しかしながらフランス砲兵は到着が遅れ、戦闘に参加できなかった。戦闘は、 フランス銃機兵によるスペイン軍中央部に対する2回の突撃で始まったが2回ともスペインの大砲とひなわ銃に撃退された。3回目の突撃はスペイン軍の右側面を狙ったがフランス機兵の多くがスペイン軍の残豪に落ちそこをひなわ銃兵の猛者に襲われて撃退された。この時の射撃で戦死した中にフランス軍の指揮官であるヌムール公がおり 将軍が消火器の射撃で戦死したのは、おそらくこれが、史上初である。指揮を引き継いだ、スイス傭兵の指揮官、シャンデューの下で、イブダレグル、率いるフランス公営の到着を待たずに、スイス不評は、騎兵と共に攻撃を再行した。スペイン軍中央に対する攻撃が迫る中、ひなわ重兵は下げられ、ランツクネヒトが前に出た。スイス兵部隊にはやがて、 ガス購入兵も加わったが、スペイン軍の防衛戦に突入できず、側面から、ひなわ銃兵に撃たれつつ、スペイン騎兵にも襲撃されて、大損害を追って撃退された。この際にシャンデューも戦死した。コルドバは、今や混乱に陥った敵に対する反撃を命じ、不評に加えて、予備の銃騎兵を投入した。騎乗したひなわ銃兵が、残余のフランス騎兵を包囲し改装させたが、 スイスやリヘイは、比較的整然と撤退した。騎兵もやリヘイも敗れたのを見て、フランス公衛を率いた、イブラレグルは、撤退を命じ、勝ちに乗るスペインのに追撃された。チェリニョーラの戦いで、何が起こったか。スペイン軍が敗れたと勘違いしたとある、イタリア人が火薬を積んだ荷車に火を放ち、 軍がこの事故で混乱したところ、エルクラン・カピタンは帰って励まされて、吉兆だともよ、あれは勝利の光だと言ったという。つまりはそういうことだった。戦闘はフランスの大敗北に終わり、フランス軍が2000人ほど失った一方、スペイン軍は500人の損害しか受けなかった。フランスの補給物資や輸送対立は積載されたままだった全ての大砲ごと、スペイン軍が露覚した。 この戦いが終わる際、史上初めて祈祷命令、特区でオーラスンが発せられた。これは後に、西欧の軍隊に広く普及した習慣だが、戦場が、スペイン兵と同じく、キリスト教徒である、フランス兵の死体で溢れているのを見たコルドバが、超音三世の水槽と共に、すべての死者に向けて、祈りを捧げるよう命じたものである。フランス軍は、ナポリの北西にある、 ガエータ要塞へ撤退した。コルドバ軍は要塞に突撃したが、攻撃はことごとく失敗した。フランス軍は籠城して、長期戦の構えを見せ、海から補給を受け取った。ガエータを落とせず、フランスの増援を恐れたコルドバは、包囲を諦め、ガエータから、南八キロメートルのカステローネへ移動した。チェリニョーラの戦いは、 スペイン軍によるヨーロッパ戦場の制覇の端緒となり、1643年のロクロアの戦いで敗北するまで続いた。またの戦術の有効性を証明した。チェリニョーラの戦いはヨーロッパにおいてカキが勝負を決した最初の大規模戦闘であり、その点で約70年後の1575年に日本で起きた長篠の戦いと並ぶものである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。